ブッシュとマーリキーの会見中に靴が投げられた際の映像。投げられた靴がブッシュの頭上を通り、マーリキーが右手で制しようとした瞬間。ブッシュの靴とは、バイダン社が製造する靴の通称。なお、ブッシュが履いていた靴という意味ではない。2008年12月14日に、イラクを電撃訪問したアメリカ合衆国のジョージ・ W ・ブッシュ大統領が、 イラクのヌーリー・マーリキー首相と共に、バグダッドでの記者会見に臨んだ際に、イラク人記者のムンタゼル・アルザイリから靴を投げつけられる、事件が起きた。ブッシュは2階靴による攻撃を受けたが2階ともかわし、靴のサイズは28センチだったなどと余裕を見せた。他人の体や頭に靴をぶつけたり、靴を履いた足で踏みつける行為は、イスラーム世界では、最大級の侮辱行為とされる。 この靴はトルコの売断者が製造するものであったと推測されている。靴投げ事件への支持表明と合わせてこの靴への注文も殺到し、売断者は売買物資を商標登録した。同じタイプの靴はこれまで年間4万足程度の生産量だったが、事件後10日余りで37万足もの注文が殺到し、 これにジョージ王と中国などのメーカーがブッシュの靴の製造元であると名乗りを上げた。イギリスのクリエイターであるアレックス・チューはブッシュ大統領に靴を投げつけて得点を競うソックオーというシューティングゲームを制作した。その後同サイトはイベで5215ポンドで落札された。アイスランド出身の歌手ビオークは同サイトについてブッシュ政権が イラク戦争時に実行した作戦名、ショックオーのパロディになっている可能性が高いと分析した上で私もファックオーという曲を作ろうとしていたところなの。先を越されたわと語った。2009年1月19日インドネシア政府は靴職人の育成などを目的にブッシュの靴を地方の中小企業に発注した。フセイン元大統領の故郷である イラク北部のティクリートに高さ約3メートル。重量は約1.5トンに及ぶブッシュの靴の銅像が設立され2009年1月29日に除幕式が行われたが翌30日にイラク政府の要請で撤去された。アメリカ政府はこの事件をイラクに自由が回復された証拠とイラク戦争の正当性を強調した。この靴投げ事件をきっかけに 同様の抗議行動が頻発した。ありがとうございます。